こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。ご存知ですか？何かご用でしょうか？秋競馬です。ベストポタージュは486キロ。お数倍ですからね。これだとこの週ですけどね。そっか、毎日王冠は京都大商店でも行けるのか。凱旋門賞はちょっとどうかな、厳しいかな。あとは天皇賞秋とかジャパンカップとか香港とか、この辺かなと思います。実番長になっちゃってますよね。ご用でしょうか？ご存知ですか？まずまずでしょうか？オールカワーありますね。オールカワーは確かに。何かご用でしょうか？適当なんだよな。まだ出走しましょうとは言われてないんで、ここでは出せないです。私落ちた。元気いっぱいです。嬉しそうですね。ご存知ですか？いい仕上がりです。嬉しそうですね。ちょっと2キロ重いけど、どっちがいいんだろう。メンバー次第だよな。なんかパッとしない。こっち、
舞長官。藤田さん、何かご用でしょうか。ただ重量がねちょっと重いかもね。これがどう響くかですね。一番人気ですね。ダントツ一番人気じゃないですか。投票受付を開始します。このメンバーでは組みしやすいってことですね。舞長官です。東京芝 1800m、 片尾日没は最一番です。実力馬たちが集う東の前哨戦であります。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。片野日没がかわしていきました。それからこれも人気を集めております。2番マグナーテン、両ビッグバン、それから10番アメリカンボス、そして5番手に東方ドリーム、4番クリゲの馬体ダイワテキサスであります。そしてその外に7番イーグルカフェ、ロサード、名称王道が並んでいっています。そしてその後ろからエイシンプレストン、5番アドマイアカイザー、9番上天ブレイブ、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭、1番片野日没であります。それからもう1頭マグナーテン、差が開いて8番両ビッグバン、そして外からは10番アメリカンボス、この辺りちょっと離れている12番東方ドリーム。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、片野日没大歓声も後押ししているぞ。片野日没が抜け出した。2番手にマグナーテン、1番片野日没がまだ粘っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。マグナーテンが2番手、先頭藤田と片野日没、頑張る頑張る藤田と片野日没、このまま粘れるか。片野日没先頭、イーグルカフェ、片野日没イーグルカフェが2番手、片野日没一着主導戦を制し、まずは好発進といったところであります。スピードが結構強いですね。おめでとうございます。1着1番、2着7番、よかった。3着もっと上を狙っていきましょう。ご存知ですか？私は逃げ馬が好きですね。勝てる馬はなかなかいませんけど。ご存知ですか？神社にお参りだ。ああダメだ、もらえなかった。ご存知ですか？牝馬のお守りか。
と調子落ちてますね。馬体重が増えない。状態は今一歩だけど、前でチャンピオン出した方が良かったかな。もうちょっといダイスっていう感じがあるぞ。ご存知ですか？いい仕上がりです。いい感じですね。もう出すしかないです。何かご用でしょうか？一番人気ですね。 1.9 倍。ただいまより黒船が丸ですね。ちゃんと放牧してあれすればよかった。うん、秋天に色気があったからな。そう、前からのローテ作りの方が大事です。中京のメインレースチャンピオンズカップ、12頭がチャンピオンの座を争います。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。黒船がかわしていきました。外から1頭、デグフォー1頭、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の型の日没。12頭第1コーナー左にカーブを取ります。内を通ってジェネラスロッシー、そして外からは6番レギュラーメンバー、ちょっと離れて1番リドパレスであります。
ばらけたレース展開であります。プリエミネンス。そしてその後ろから7番ロボトルー、2番ミラクルオペラ、12番黒い馬体ハギのハイグレードであります。リージェントブラフ、ウィングアローがその後ろ前でありますが、前順位が入れ替わっておりまして、先頭は肩の日没であります。まもなく第3コーナー、5番ゲネラスロッシがすぐ後ろに上がってきています。その外6番レギュラーメンバーディグフォーイット、下がって4番手、その後ろ3馬身くらいあって3番黒船。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった、パタノニチボツ先頭一馬身リード、ここからどう伸びるか。黒船9番パタノニチボツがまだ粘っている。パタノニチボツが抜け出した、ムチが飛んだ。竹豊と黒船、ウィンガローが差を詰めてきている。おっとウィンガローの差を詰めてきた。柴田とパタノニチボツ外を通ってウィンガロー、大歓声に送られてパタノニチボツ1着。レシオにかけたアナトロアイブがついに G1 を制覇しました。ついに初 G1 制覇です。やりました。1着9番、2着4番、3着3番以上のように確定しました。私は逃げ馬が好きですね。勝てる馬はなかなかいませんけど、いい感じですね。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。ドバイとかいいかもしれないですね。気がつけば残り15周。私は逃げ馬が好きですね。勝てる馬はなかなかいませんけど。これ毎朝刊チャンピオンズカップと制覇しました。負け競馬2連勝です。ということで来年は、来年の競馬ですね。もはや日程的には有馬はもう間に合わないでしょうから、川崎記念とかその辺かな。ドバイ、川崎記念を経てドバイかなと思います。ご存知ですか、ドバイの何かってことですね。ダートとは限りません。施設改築できますよ。何がいいんだろう。お、なんかチェンジしますね。海辺の競馬場になった、うん、そうするとそういえばトロピカル、トロピカルじゃ感じですね。はい、次回からこちらでやっていきたいと思いますので、引き続きお楽しみください、よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。
このスターホースポケットですね、今まで遊んだ記録プレイリストに載せております。そちらもぜひご覧ください。説明欄にアドレス記載してます。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご存知ですか？ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。